皆さんこんにちは。プロレーサー、そしてモータージャーナリストの丸山宏です。今日はですね、可愛いところが揃っております。ウィズミギャルの、はい、自己紹介お願いします。はい、ナカポンこと成村ナカです。はい、そして、はい、アリサマこと今西アリサです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はどこに来てるんでしょうか。今日はですね、はい、このツインリンクモテギさあ、何をしに来てるんでしょうか。モテたい、モテたいの予選にやってまいりました。今日は予選のテスト走行ですね。そうですね。はい、今週、モテギの耐久があってですね、はい、モテたいというですね、今までモテギ7時間耐久と呼んでいたんですが、二輪の、でも今年からちょっとレギュレーションがいろいろ変わりまして、予選がですね、3時間耐久レースをしなきゃいけない。おお。3時間耐久レースをして、それで予選グリッドを決めると。なるほど、なるほど。という難しいところに行くんですが、決勝は実は来月。おお。ちょっとよくわかんないでしょ。予選の予選。今日は予選で。そんな感じで、まあ、今回はね、今週は予選だけなんで、まあ、明日がその予選のタイムアタックが15分と、3時間の耐久で予選を決めるんだけど、まあ、うちのチームをねちょっと紹介していきたいなと思うので、はい、ちょっとうちのチームの方に行ってみましょうか。行きましょう、はい、どうぞライダーが今横に一人いるんじゃない。ちょっとこれはお休み中の小池と申します。はい、今日どうでした。まあ、まったりとしてたんで、まあ、まあまあ朝めっちゃ緊張してたよね。え、そうですか。そう見えました。いや全然全然、はい、目標タイムは行った。いや行ってないです。緊張しないぐらいがいいですよ。はい、ありがとうございます。はい、ライダー小池さん、まず一人目発見しました。そしてもうちょい行きましょう。他に発見できるかな。誰かいる。誰だ誰だ。これライダーじゃない。はい、はい、はい、捕まえた。どうも山田さん。はい、はい、山田です。はい、今日どうでした。今日はまあ1ヶ月ぶりのモデイなんですけど楽しめました。おい、そうか、遠くから来てるんですよね。そうですね。どこから。広島から来ました。あ、まあ遠いところありがとうございます。そう、来るだけ耐久です。広島からわざわざこれ出に来てますからね。何できたんですか。今回は新幹線で。あ、今日は新幹線。4時間です。4時間新幹線で4時間耐久。なんか車でも来たことあるみたいな。車で来た前回の今回練習は14時間かかりました。やばい、本番より耐久してるんですけど。耐久レースしてます。今日はどうですか、目標通りなんか行きました。いや全然やっぱ走れないですね。タイムが全然悪くて、まあでもこけずにとりあえず終われとるんで、とりあえずそこが唯一の救いで、はい、今まで公開練習全部オーバーランとかしよったんですけど、今日はなかったんで。お、ちょっと慣れてきましたね。無理なく行きましょう。はい、はい、メガネライダーの山田さんでした。はい、よろしくお願いします。そしてはい、あ、深堀です。深堀さん深堀45歳です。はい、今日はどうですか、調子は。今日は 1ヶ月丸々空いちゃったんですけど、思ったよりよく乗れてちょっと良かったです。なるほど、はい、ありがとうございます。この後も気をつけていきましょう。はい、はい、次どこだ。ここか。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。わあ、すげえ、ギャルが入ってくれた。嬉しいな。じゃあ自己紹介ってもう分かる人もいるかもしれませんが。はい、川村と申します。それだけですよ。ただのアマチュアライダーですよ。はい、今日はですね、はい、どうですか、予定通りに進行しましたでしょうか。そうですね、まあ久しぶりに乗ったんですけど、一応目標タイムというか26秒まで出たんで、まあ今日は良かったかなという感じです。早いじゃないですか。いやまあ、はい、とりあえず
昨年、ウィズミーが使ってた R25 に乗ってますけど、どうですか、乗りやすいですか。マシンは完璧ですね。何の不安もなく乗れます、はい、あとはだからライダーだけ、ライダーがもっと頑張ればもっとタイムが出るんじゃないかなと思ってます。そうですね、はい、ありがとうございます。そうなんですよね、はい、自分では結構まあいいとこ、いや26秒したら早いなと思ったんですけど、あの一緒に組んでる素人のライダーがもう一人早いのがいるんですよいやもうライバルがね同じチームにいて、追いついたかなと思うと引き離され、追いついたかなと思うと引き離され、なんでいい刺激を受けて楽しみながらやってます。はい、まあ、プラスもう一人が神永ですしね、うちのね。そうですね、はいはい、まあ神永社長はね本当に早いんで、はい、なんとかいろいろ吸収できればなと思ってますんで、はい、勉強させていただいてます。今回楽しんでください、はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。さあそして、はい、川村さんでした。お次はお次はいた、あ、いた、もう一人の早いライダーこんにちは。こんにちは、自己紹介を。R25 チームの第一ライダーをつかせました、木村と申します。はい、この木村さんがね、なんか単なる素人かと思ったら、でっていうかうちのクラブ員はもう長いんですよね。クラブ員、そうですね、クラブ員じゃないんだっけ。クラブ員ではないんですよ僕正直なお客で遊んでます。総合会のお客さんなんですけどね。そうです、そうなんですよ。今日のタイムは、今日のタイムは26秒まではいけましたけど、とりあえず転倒はしちゃいけないんで、27秒台で周回できるようには練習しました。でも前回の練習ではもう24秒出してるっていう。そうですね、1回24秒3までは行きましたけど、ただまあそこがコンスタントには行ってないんで、もうちょっと練習しないとダメですね、やっぱり。相方がしょげてますよ出しすぎて相方がしょげてますよ。そうなんです、いや、いいライバルで面白いって言ってますけど ね、はい、そうですね、お互い刺激し合ってるんで、あの人もでかいバイク乗れば僕より全然速い人なんで、まあまあいいとこ乗りできればいいと思います、ね。はい、最後までこけずに頑張ってください。あ、とりあえず転倒なしでいきたいと思います。そうですね、安全第一。そうです、こけないように頑張りますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあもうですね、なんかみんな散らばってて、他にもまだいましたよね、ライダーね。ちょっともうちょっといましたよね。そうですね、もういろいろと散らばってるんですけど、今日今回はうちは3チームで、3チームが3人ライダーずついるんで9人がいますよね、はい。まあ、その中の1人はまあ私ですけど、もう1人が横にちょっと横にいるんで突っ込んでください。仕事中ライブですかライブじゃないですけど、今日の放送です、はい、社長調子は言っちゃった社長調子は今日調子は悪くないです。自分の悪いとこ分かって、はい、タイムは遅いので、はい、まあ決勝までに、8月までにどうにかします。はい、マシーン3台面倒見てますけど、どうですか、マシーン3台とも。そうですね、メカさんがしっかりやってくれてるんで、とりあえず今のところ何も問題なく、あとは本当に逆に予選から決勝まででもっといろいろやりたいなってところです。アルツファイブ問題なしです、はい、今回一番いいのはあれですね、みんな転んでないですね。本当ですね、本当ですね、それが一番、無転倒今のところ、はい、今のところなんて、でも明日の予選は絶対こけらんないんで。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます、はい、すいません仕事中に、はい、チューバチメカと小玉メカが頑張ってやっております。はい、じゃあ、そんなところでじゃあですね、この辺で、はいはい、はい、止まってください、はい、止まってください、はい、あった、あ、バッテリーが、あ、バッテリーが危ない、やばい、はい、ということで、今回のモテキの、11時間耐久のための予選3時間、明日行われますんで、皆さん応援してくださいね。それではまたお会いいたしましょう。さようなら、バイバーイ。ナカポンとアリ様でした。以上、終了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 、皆さん応援してください。